消して遠くからちょっと撮るみたいな。あ、その人は固定カメラが嫌って人なの？いや、嫌じゃないんですけどね。ただあのちょっと目の前にとちょっと緊張しちゃってみたいなこと言われたんで、まあじゃあちょっと隠れてますよみたいな。私は多分監督にね、秘密のことしちゃった。あの、なんか、マッサージリフレコースみたいなのを、まあ、割と気にならないで、なんか普通に2人の世界入ってたから、ね、すごいオープンなのかな。でも人入れないって言ったけど、めっちゃ綺麗だしね。大丈夫？一緒に浴びなくても。え、浴びたい。え、でもこれって一緒に入っていいのかな。裏奥じゃないですか。逆に確かに、うちがこの後は入ってもね、なんかちょっと違うもんね。そう、スキンシップの一環というか、まあ、俺は AV の人だからさ。いや、私も浴びたい、どうせだって着替えるからね。結構さっき汗かいてたの。